これはマークルックというゲームですね。タイの将棋なんですけど、2つコースがありまして、さっき左側でやったんですよ。で、今度は右側でやってみようかなって思うんですけど、やっぱり黒ですね。さっきも先手でしたけど、やっぱり今日も黒ですね。レベルが違うんでしょうかね、左と右だと。まあ、駒の動きは別の動画で説明しましたので、駒の動きはね、詳しくは説明しませんが、この今のこれ飛車なんですけど、飛車をね、こう振り飛車みたいな感じでやろうかなって思うんですけどね。で、王様を右に囲っていくというね。まあ、振り飛車党なんで振り飛車でやっていこうかなという。で、こうやって美濃囲い完成させるわけですよ。で、銀を繰り出して。おっと、なんか攻めてきたけど大丈夫か、これ。こっちは大丈夫ですよ。こっちは、コンが効いてますし、こっちも、コンが効いてますから、大丈夫ですね。ただこれ、いじめちゃっていいんじゃないの、こうやって、おりゃって。ほら、引くしかない。ほら、引くしかない。ね。出しゃばっちゃダメなんですよ。ちゃんと地道にこうやって駒をね、動かしていかないと。うん、で、この銀、まあ、コンなんですけど、コン、銀、銀、これ、紐がついてますから安全ですね。で、桂馬じゃなくて、馬を、多いね。で、こっから戦闘開始だ。おや。取って、取られて。おっと、取らない。取らないなら、取りましょうか。おっと、突っかけてきました。これは取ると取って、お、これも、とりあえず、もらえるものはどんどんもらってきますよ。おりゃ。まあ、この、まあ、ビアっていうんですけど、歩の数はですね、相手が4枚あって、こちらは1、2、3、4、5、6ですから、ちょっと駒得はしてるんですね。あと、まあ、相手の王様はここにいるんですけども、守りもちょっとこっちのが硬いかなとは思うんですけど、どうですかね。まあちょっと駒をね、あ、じゃないな。とりあえず駒をぶつけていきましょうね。駒をぶつ、あ、ちょっと待って、これ取れますよ。これ取って、もし取られたらルアーがタダなんで、取って、さらに取っちゃって。おっと、さらに？お？あ、そうか。ははは。しかしこれはですね、こうやってこう、ルアーを回って2枚飛車にするんですね。あ、そう。で、そこで取っちゃえばいいんですよ。取っちゃって、まあ相手に取られます。あ、取らなかった。取らなかったということは王手がかかりました。まあ取ってもね、2枚飛車なんで、まあスズメ刺しみたいな感じで。これはでも優勢じゃないの？って王手かけて、防ぎますよね。そこで、こうやってこう、ビア、っていう駒をこうやってこう進めていけば、おっと、これは次これは取れないですよね。まあここに進出していけばいいんじゃないので、さらにこう進出してビアガーになると。で、ビアガーになったこなると、こう斜めに進めるようになるんですね。だから次にこのメットですか、メットっていう駒が取れるんですけど、ただ取った方がいいかわからない。まあ、でも、すぐ取らなくてもいいんでね。まあ、このルアーで相手がこの、王様がこの、聞いてるの、これ取れないんですよ。取れないですね。だから、なんか似たような子も多くてさ、目がチカチカするっていうか、なんか分かりづらいですよね、これね。なんかね。で、相手はこの王様が、このメットがこう、チェスでいうとこのピンっていう状態になってますので、さらにこう圧力を、あ、待って。ここに圧力かけたいんだよな。こうやって、こうやって。このね、この駒で、マーを使って圧力をかけに行きたいんだけど、うまい方な、こっち行って、これじゃダメだな。こっち、こう飛んで、こう飛んでもダメか。まあ一応、こうやって、ルアーを使うか。おっと、なんか来た、なんか来た、これは？これは取ると？これ取れるんじゃないの？取って、何もないですよね。何もないですよね。ああ、ここでルアーが回るのか。でもルアー回りますが、ただ、回るんだけど、またこうやって銀を上がって銀冠。おっと、取ってきた。銀冠の銀冠が。おりゃ。これは駒得になった。これも取れますね。パクッとな。おっと、それは、あ、
今度はルア、あ、マーが効いてるんで、これは取れないので、引きまし、ちょっと待って。まあ、引きますか。おっと、また攻めてきて、これも取れないですから、まあ、引きましょうか。銀冠。おっと、この手は、ん、いや、しかしこれ、こう取ってもいいんじゃないのかな。おっと、して、また空き王手。空き王手。おっと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 、大丈夫か？これ、ルアー取って同玉で、ルアーが来て、なんかありそうだよな。これ、勝てそうな感じするんですけどね。勝てそうな感じもするけど。でも簡単ではないか。こいつがちょっとやらしいですよね。まあでも取りましょうね。相手のルアーを消しとけば安泰でしょう。で、このね、コン？コン？あ、そっか、相手コンが2つ残ってる。まあ銀なんですけど、銀が2つ残ってるので、まだ防御力という意味ではまだありますから、油断はならないですよ。なので、そういう時は飛び道具である、この、マーを使っていくのが得策であろうということですね。こう跳ねて。これはまあ、マーに効いてるんですけど、まあ、こっちに跳ねて、逃げ道を封鎖しておきますか。あ、まあ、封鎖しておいて。うん。そこでですね、このルアーはこのビアガイで効いてるので大丈夫。紐が効いてますね。なので、こう、マーで王手をかける。かける。ここに逃げるしかない。あと一歩のところなんですけどね、これでね。あと一歩のところで、あと一押しというところなのですが、その一歩がなかなか難しいもんな。あ、そうか。またこれを使えばいいか。このピアを昇格させに行けばいいか。あ、あと防ぎに来た。そうか、そうか。そうなっちゃうのか。うん、そこで、あ、でもダメか。だからこのマーも取られちゃいそうなんですね。取られちゃうとダメなので、こうやって。あ、でもこの手がいいっていうか、銀の両取り。はっての得あり。おっと、そうなると、これをいただきますね。パクッとな。ん？ああ、ここに来たのか。これは、さ、次に、あ、でもこれ、これ取られるじゃん、これ。パクッと。あれ、これ相手手段に屈したんじゃないのか？あれ？あれ、マークルックってパスができるんだっけ？パスはでき、まあ、とりあえず、まあ、まあ、まあをね、まあを出動させていけばいいんじゃないですか。こうやって、おりゃって。あと一歩だよな、俺の。どうやって詰ませるかなんですけど、詰ませ方、こうやって、これでいいのか。あ、そうか、これでいいのか。これでいいんじゃないの？ほら、勝った！よっしゃ！勝った！ね。相手の王様は、ここは逃げられ、ここはマーが効いてますよね。この地点は、まあ、こっちのマーが効いてて、ここもルアーが効いてて、ここも、マーが効いてて、ここもルアーが効いてて、このルアーはこのビアガイで紐がついてるので、これで罪というね。まさに圧勝ですね。いやー、タイのマークルックでね、勝っちゃいましたね。ちょっとタイの人ね、タイの皆さん、ちょっとマークルックで私に挑んでくださいね。日本の将棋で鍛えた実力をね、見せてあげましょうね。でも多分このコンピューター多分弱いんでしょうね、きっとね。将棋で言うとこのさ、ハム将棋よりも弱いんじゃないの？駒尾とか、ね、SDIN の無料ゲームの将棋とかさ、そんなレベルなんじゃないですかね、多分想像するに。多分そのタイのね、ちゃんとしたマークルック指しにさ、挑んだらさ、多分ボコボコに負けそうですけどね。うん。まあそんなわけで、日本の将棋に飽き足らず、海外の将棋の動画も作っていきたいなぁなんて思ってるんですけどね。たださ、パソコンの画面でさせる、その、のが少ないんですよ。他にもシャトランガとか、あのチャンギっていう朝鮮将棋とか、いろいろなさ、その海外の将棋って あるんですけども、なかなかね、そのパソコンで対局できないんですよ、うん、
ハム将棋みたいなのがいいんですけどね。ハム将棋みたいなその海外のバージョンが欲しいんですけども、うん、なんかスマートフォンのアプリだと結構あるんですけどね。スマートフォンだとできる、まあ、スマートフォンで動画作ってみる手もあるんですけどね、うん、まあ、そんなわけでご視聴ありがとうございました。